シャイチャンネルです。チュンクルチュンクルチュンクルチュンチュンクルチュンクルチュンクルチュンポーズです。モコークモグポーズトーク、ウォー今日はこちら紹介 したいと思います。お、何ですか。一座です。じゃじゃん。せーの、ビビー、ビビーバンバンバン。このベイブレードっていうのね、結構昔からやってたんですけど、最近やってなかったなっていうのあるんですけど、僕がねやめてしまった理由、対戦相手がいなかった。はい、まああーちゃんは誘えばねたまにちょっとやってくれるんですけど、はいはいとか言ってね。でもまあガチの対戦相手がいなかった。でも私は思いました、ここにいるじゃないかと。はい、お餃子ペッポンスはほぼ3歳なんでね、あの対象年齢これ6歳となかなか程遠いんですけど、まあ最新の注意を払って遊べば大丈夫だろうと僕の判断でやっております。こうやってこの感触懐かしいな。はい、ではポンスと私で勝負していきましょう。俺が使うのはこいつだ、ジリオンゼウス。これはここに、これだ。おっと、俺が言っている。ここにかぶされている2つの鉄球が遠心力を生み出し、すげえ満喫受けることができるという持久型の、あったそれはネプチューン。ネプチューンコ、ネプチューンはな、そのさざ波のようなレイヤーで相手の攻撃を受け流したり攻撃したりというバランス型。あなでじゃあ一緒に勝負だ。勝負だ。できるか。できる。いけ、3、2、1。あーし、あ、お前、あ、あえ、かっこいいやつは、せっかく持ってたのにどこに行っちゃったの。かっこいいやつ、本当だ、どこだ。あ、見て、あれよ、どれ。ポンスはこれだ。俺はこれだ、エクスカリバー。自動。ああ、 3、2、1、ガシュ。いけいけ。ああ、負けたー、ポンスの勝ち。ポンスね、最近言葉をね言えないことが面白いんだよね。ポテトチップス。あ、ブーブーポテポテ。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。僕は可愛いおじさんです。え、可愛いおじさんですか。はい。なんか身分証明書とかってあります。あります。あります。あ、じゃあちょっと出してもらえますか。すいません。いいですよ。ガチャガチャ。はい、こちらです。あー、これですか。ありがとうございます。住所は？住所はありませんです。あれ、住所ないです。ないですよ。じゃあ、お仕事は何やってるんですか。何されてる方ですか。岡崎はありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと身元確認できんもんで、はい、ちょっと署まで来てもらえる。いいよ。そんなんでビビらんよ。大丈夫ね。うん、おじさん、バイバイ。ちょっとおじさん、ちょっともう保護するよ。先生、死んだ。ハーグ、おじさんはいなくなっちゃったよ。あれ、じゃああなた誰ですか。
名前です。ボンス？ベン。うわっ、あ、ちょ、え、先生何持ってるんですか？銃ですか？今100円持ってます。100円？100円ですか？ちょっと免許証見せてもらえる？ダメ、今おじさんお菓子食べる。お菓子食べますか？いいですよ。最悪、最悪。ちょっと歩道ごっこですね。初めてやった。はい、もうね、なんかどういうサブちゃんだよって感じなんですけどね。こちらです。うん。こいつはすげえ喋るわ。ということで、ちょっと今留守番だったのでベイブレードで遊んだよの巻でございました。いやー、いやー、すいません。ナイト、アルトじゃないと、のポンスじゃないとって言ってますね。アルトっていうのは仮面ライダーゼロワンのポンスじゃないと。はもうなんかすごいんですけど、ちょっと待って。え、私あの今大事な打ち合わせがありましてですね、これ4時間ぐらいかな留守にしてて、その間ポンスとね、あのウー君でお留守番よろしくということで頼んだんですけれども、その行く前はですね、あのすごい綺麗にしてたんですよ。見てください、今こちらです。ぐちゃぐちゃのぐちゃこです。そう、私はね、お願いしている立場ですから、そんななんか文句も言えないじゃないですか。なんでこんな汚くしてるのなんて言えないじゃないですか。だけど、なんでこんなに汚くなってるのってぐらい本当に汚くなっている。これにバカ、トンがこんなところに飛び散っています。これ何をやっているのかね、ちょっと本人たちにインタビューしてみましょう。すいません、役に入っちゃってますね、多分。あ、ポンさんですか？すいません、ポンさん、今お話伺うことが可能でしょうか？あ、すいません、あ、こちらもなんか役に入っちゃってますね。すみません、あの机に、あ、そういうスタイルで今までやってたんですか？この4時間上に立つということを。かわいいおじさん、こんにちは。かわいいおじさん、こんにちはって言いましたね。おい、おじさんですよ。何ですか？すいません、すいません、ちょっとカメラに気づいていただいてもよろしいですか？またドン。まるで子供が2人です。いや、します、3人ですね。冷静に考えたんだけどさ、今お腹の子供ってさ、どういう覚悟で生まれてこようとしてるかな。え、シバナファミリーに生まれるって結構すっごいなんかこう波乱万丈しそうな家じゃん。そんなことないよ、楽しいからね。はいはい、はい、何でしょうか。はい、ポンさん、今何をされているところでしょうか？ゼロワンです。なるほど、画面ライダーゼロワン。あ、うざ。何ですか？いや、本当にお留守番ありがとうございますということで、もうちょっとこう家の中がどうにかこう綺麗な状態に保てないかなといった提案です。一回一回片付けないで次の遊びに突入してそうなっている感じですかね。片付けは最後にやればいいと思ってます。今まで何十回もその言葉を聞いてきて、一度たりとその最後に片付ける姿を見たことはありません。極限に汚れた時、それは本当に綺麗になると思うんです。プロジェクト X みたいな覚悟で喋られるぞ。部屋を汚すというのは、一瞬で片付けてしまっては意味がありません。こうやって汚すことによって、ここら辺を散らかして移動したことによって、なくなったボールが出てきた。汚すことは、綺麗にすることだ。BGM 間違えた。でも、人間だってそうだ。人間だって、汚れて汚れて、過ちを犯して初めて自分の過ちに気づき、持ってきました。持ってきましたか？どうぞ、持ってきましたか？だらこりゃー、すごいですね。はい、ちょっとおじさん、ここで待ってるするんだけど、はい、お願いしますか？はい、じゃあカッパがお願いします。はい、了解です。最初はグー、じゃんけんぽい。思いっきり最初はグーでパー出してたけどね。俺の勝ち。ゲイ。ウー君、ウー君、嬉しそうでしょ。ウー君、遊び相手ができて嬉しいんでしょ。3年ぐらい温めてたの。引っ越してからずっとやってなかったし、その前の家でも
すいません、すごいすごいすごい、親子だな、親子だな。ポンスはでもラルクアこういうお家の期間にね、パパと思いっきりこう遊んでもらえるっていうのがすごい楽しそうみたいな。メブウェンドシオウオゼ。まあね、すいませんね、汚してしまって、はい、あ、いいんです、別にいいです、いいんですよ。皆さん、くれぐれも今後家が汚れている際に私のせいにするのはやめていただきたい。この家は30分開けただけでもあっという間に散らかるような、そんな家だ。30分で家を汚せるのは才能だ。ちょっと俺は汚しちゃいない、散らかしているだけだ。散らかしている、ゴミが増えているわけじゃない、物を散乱させるのが得意なだけだ。そしてこれも散乱しているとは言い難い綺麗な配置、美しいアスレチックになっている。貴様にこれがわかるか。うざいな。それと一つ言いたいんだが、机の上に乗るという習慣をやめてくれないか。それは確かにそうだ。最近ポンスは全然言うこと聞きません。お風呂入ろう、やだ。着替えよう、やだ。ご飯食べるよう、やだ。全部やだ。うん、これがイヤイヤ期というものでしょうか。もう法律なんも聞かないね。法律が通用しません。秩序ゼロになった。最近は家にいすぎて家が家じゃないみたいというか、さ、なんか床に水ばらまいたりとか、なんかテント張ったりとかして、もうなんか家の中を外にしていこうとか、道盛り感覚でなんか最近遊んでるから、なんか楽しくなってきた。もっと散らかして、もっと遊んじゃおう。じゃあねー。